アンドレイ・アレクセイエビチ・イバノフは、ロシア・モスクワ出身のサッカー選手。ポジションは DF。1988年、ロシアの首都モスクワで生まれた。FC ロコモティフ・モスクワのアカデミーに所属をしサトゥルン、ラメンス公営、FC スパルタク・モスクワのアカデミーに在籍をし2004年に、スパルタクと、プロ契約をした。2006年11月26日、 第30節クリリア・ソベトフ・サマーラ戦の78分に、ヒョードル・クドリャショフとの交代で、プレミアリーグデビューを果たした。その後、スパルタクでは、サブとして試合に出場をした。2009年1月15日、FC トム・トムスクへ1年間のレンタル移籍が決まった。出場機会が限られていたために希望した、レンタル移籍であった。トムでは、 レギュラーとして出場しシーズン中には怪我を負ったが、シーズン終了後にトムスクが完全遺跡での獲得を望んでいると報じられた。2010年3月10日、再びトムトムスクへレンタル遺跡をした。2011年1月11日、アカデミーを過ごした FC ローコモティフモスクワへ3年半の契約で遺跡をしたが、出場機会は乏しく、2012年、 スパルタク時代に過ごしたトムトムスクへレンタル移籍した。2012年7月には FC ロストフへ2012-13シーズン終了までのレンタル移籍をした。2008年 U-21 ロシア代表に招集され出場をした。ロシアンプルメリーグプロフィール。ありがとうございます。